皆様こんばんは、カズチューブです。遅い時間の配信になりました。多くの方は、明日の朝、ご覧いただいているか、もしくは今日負けたからスルーか、どっちかです。今晩もあるいは今日もご視聴本当にありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。さて、今日僕がペイペイドームで8対8の試合、ホークス対マリーンズ、いいゲームでした。両チームとも勝ってたかなというゲームでしたね。今日はセ・リーグ2球場も引き分けでしたし、ペイペイも引き分け、あと仙台と東京が1点差ゲームという中で、オリックスは1対2で敗れました。今日打てなかったよね。昨日いい形で点を取ったんだけども、やっぱり加藤貴之はなかなか難敵ですね。いいピッチャーだと思います。で、今日山本由伸投手がね、投げて、みんな連勝と思っていたでしょ。そう簡単にはいかないんで、やっぱりね。ただ前回ヒットを打たれて苦しかったんだけども、今日は修正できていたのかなという感じではあったようで、リポートを頂戴しています。木と貝と女たちさん、なんか難しい名前ね。初コメント失礼します。いらっしゃいませ。ファン歴7年目の高校2年生高2か。今日の試合はいつもの由伸投手に対する無援護でした。昨日打ちすぎましたかね。T さんの一発は良かったんですが、今日はラオウ選手がブレーキでした。毎回毎回打てないわね。9回も粘ったんですが惜しくも勝てませんでした。しかし最後まで粘ってくれるバファローズを見ていると期待しかありません。長文失礼しました、ということで。そうだね、最後は宗選手がね、粘って 3-2 まで行ったのかな。最後センターフライというね、中でもう途中経過一球速報で、横ついていたんでチラチラと見てましたけども、メインは実況中継なんでね、そこはずっと見ていられない状況ではあったんですが、そんな感じでしたね。ありがとうございます。またメッセージくださいね。それからですね、小春さん、大前さん、今日も遅くまでお疲れ様でしたということです。大丈夫ですよ。オリックスは今日は残念ながら負けてしまいましたね。山本投手が2点は取られたけど、いいピッチングしていたので、勝ちをつけてあげたかったです。加藤投手相手ね、もう良かったからなかなか点は取れなかったです。でも T 岡田選手のホームランは嬉しかった。その後も続いてほしかったけども、最後粘ったんですけど残念でした。ペイペイもすごい試合でしたね、ということで。本当そうだね。で、昨日くれたラブ注入さんと、ヒデ救急さん、ヒデ救急さん、これ長いね、ありがとうね、丁寧に、今日のリポートを送ってくださいましたが、結局、由伸投手は7回、被安打4、1つのフォアボール、9奪三振で降板。8回は、これ、ヒデ救急さんのね、メッセージね。リポート。8回は富山投手が抑え、最終回は、杉浦投手から3イニング連続のチャンスも宗選手が倒れて終了と。7回8回9回も攻めるもあと1本出ませんでした。そんな感じだったんですね。ということで、勝負とはこういうものですということですね。で、ヒデ救急さんはもう一つ残念なのは、杉本選手の連続試合安打と出塁が共に止まってしまいました。相手を上回るヒットを打っていただけに、すごく悔しい思いでいっぱいです、ということ。詳しいリポートありがとうございます。よくわかった。山本由伸が、ワンボールにホームランを打たれて先に1点失うんだけども、やっぱりいいピッチングした。やっぱりこれはどうだろう、どなたが書いてらっしゃった、それこそ、ラブ注入さんも書いてるんだけども、やっぱり、なかなか加藤投手打てなかったということね。きっちり低めにフォーク、右打者の厳しいインコースへのスライダー、素晴らしい制球でした、ということですね。山本投手コメントで、調子自体は良かったようです。数少ない甘い球をきっちり捉えた日本ハムを褒めるべきでしょう、ということで。あとダイジェストでは見られないと思いますが、サード宗選手素晴らしいプレーが2つありました、ということですね。ありがとうございます。というわけで、今日4人の方のリポートをお送りしました。ありがとう、よくわかりました。宗選手が最近本当守備でも非常にいいプレーをね、三塁で見せるんですよね。これが素晴らしいですね。この関東遠征は結局一つの負け越しかということですね。3勝4敗、一つの負け越しだよね、確かね。ということですから、ちょっとね、どうかな、3勝4敗1分けかということですもんね。ホームに戻って
まあ、出直しということ。まあでも大きく負け越さないで帰ってきたんで、なんとかついて我慢していけるんでね。あとはここにやっぱり山本由伸投手であったり、山岡投手の勝ちがついてくれば、やっぱり乗ってくるということになるんですね。で、今ホークスもやっぱり先発ピッチャーに勝ちがつかないのよ。ね、ホークスもここまで18勝してるんだけども、先発に勝ちがついたのは9試合だけ、9勝だけ。で、あとリリーフ陣が9勝ということなんで、やっぱりこう、まあ、先発に勝ちがつかないとということは言えるかもしれませんね。というわけでオリックスは今今日山本投手勝てなかったんだけども、明日はゲームありませんので、関西戻って金曜日から、まあ、金土とホットモット、そして、日曜日が京セラでの楽天戦、まあ、楽天今日勝ってましたんでね、その辺で田中将大投手が投げるかもしれないというね、試合がありますから、まあ、その辺をどう攻略していくのかというのもまた楽しみではあるんですが、次のね3試合は僕は実況がないの、残念なことなんですが、まあ、その分ね、しっかり取材をしたりとか、したいと思います。で、今日は、伏見トライ選手の誕生日、ハッピーバースデーですね。で、今日は朝メールを送って、おめでとうということと、健康に気をつけて頑張ってねというメッセージを送ったら、すぐに返事を、くださいました。健康第一で頑張りますということで、元気そうで何よりでした。まあ、そんな感じで、まあ、残念ながらね、今日勝てなかった。ということではあるんですが、で今日ね、さっきちらっとコメント欄見てると、昨日のコメント欄見てると、今日のねホークス戦に対する質問も、来ておりましてですね、それもご紹介したいと思いますね。そう、ヒューンさん、今日の柳田選手のホームランは生で見てどうでしたか、ぜひ感想を聞かせください。すごいホームランでしたよ。もうおそらく京セラだったら5階席着弾というね、完璧な当たりでした。岩下投手のフォークがあまり落ちずにちょっと抜けた、それが高めに来たのね。でそれをもう下からすくい上げるように、勝ち上げるような、まあ、そんな感じのホームランで、打った瞬間ちょっと切れるか切れないかという感じではあったんだけども、距離はもう十分、全然もう打った瞬間のすごいホームランだった。まあ、大体僕柳田選手のホームランを実況するのは多いんですけどもね、今年一本実況できましたんでね、良かったです。本当すごい当たりだった。でね、あとホークス絡みで今日は頂戴したのもあるんだ。そうそう、これ新井哲郎さんとお読みするのかな。お前さんお疲れ様でした。ちょうど、和田が乱調になってロッテが一気に逆転した場面を見ていました。お前さんの予言通り、チャンスに強いロッテでした。まあ、予言というかこれまでの、まあ、そういった、見た感想といいますか、まあ、実際数字的にもそうなんですけどもね。なぜ和田が乱調になったか、お前さんの意見は、オリックスも和田と同じ技巧派左腕に、手も足も出ない試合でしたので参考までにということで、なるほどね。和田投手4回まではパーフェクトピッチングだったんだ今日ね。でそれが、5回に入っていきなり先頭バッターの安田選手にヒットを打たれて、続く角中選手にもヒットを打たれて二塁一塁でレアードよ。でね、ポイントは今日も解説柴原さんおっしゃってたんだけども、まあ、数字的にも和田投手は左バッターに打たれてるのね。で右バッターはしっかり抑えるんだけども、左に、まあ、3割打たれてる、っていう中で左のインコースをしっかりつけるかどうかっていうのはポイントだというふうに解説の柴原博さんおっしゃってました。で、まあ、その左に2本ヒット打たれて、まあ、それは、まあ、安田の人は初安打ですからね、5回で。で続く角中もヒットで出て、でランナー2塁1塁でレアード、これはまたうまく打たれましたね。センターの右へのホームラン、まあ、スリーランホームランということで、2戦連発これで追いついた。でここで終わらないのがロッテなんですよ。でその後藤岡がヒットで出て、藤岡選手が盗塁をして、ね、荻野選手がタイムリーでしょ。でこれで勝ち越し、マーティンがまたツーベースでタイムリー、さらには中村奨吾も続いてと、ホームランの3点で終わらずに、そこからまたつないでつないで3点取るんだよ、2アウトの後。これがなんかマリンの強みなんだけども、和田投手はなんで崩れたか僕は正直わからないけども、やっぱりずっとノーヒットで来ていて、その中でやっぱり苦手とする左に打たれてしまったというところが、やっぱり、一つポイントになったのかなと思いましたね。であとやっぱりこの前回前々回と和田投手は失点があった。
っていうのもあったんで、とにかく序盤から飛ばしてはいったと思うんですね。でその中でやっぱり、打順が、進んでいくという中での、2巡目に入って2巡目から3巡目で打たれたわけなんでね、そういったところもあったのかなと思いますけども、でもよくわかんない、なんで乱調になったかは分かりませんが、うまくやっぱり、マリーンズが和田投手を捉えたということが言えそうですね。で、マリーンズももちろんそうなんだけども、ホークスも7回にあのまま普通なら負けるよね。だけどそこでまた5点取るんだよ、ね、周東選手が粘って11球粘ってフォアボール、この時点で2点ビハインド、3点ビハインドかな、で、フォアボール、ワンアウト一塁で盗塁を決めて、昨日3つ今日も2つ、盗塁2日で5個よ、すごいね、周東選手。で、牧原大成選手がヒットを放って、ランナー3塁1塁という中で、チャンスを作った。ここからクリーンアップ。で、栗原選手が犠牲フライ、柳田選手がタイムリーツーベース。で、その後中村晃選手もタイムリー打って3点と同点に追いつくんだ、6対6。で、ツーアウトから甲斐選手が今度はハーマン。このハーマンを7回捉えるんだよね。ツーランホームランで逆転8対6。このつながりも素晴らしかった。だから、5回のマリーンズ、7回のホークスのつながりはね、実況していても気持ちいいぐらい、そんな感じの、ピッチャーからすると大変なんだろうけども、攻撃という点では素晴らしい攻撃だった。で、9回もやっぱりロッテが粘るんだね、エラーとフォアボールでランナーを出して、これモイネロを攻めるんだけども、エチェバリア、ね、去年までは、現役メジャーリーガーですよね、同じキューバ対決、モイネロ対エチェバリア、エチェバリアが、三遊間に、追い込まれてからのチェンジアップを捉えてタイムリーヒット、これが来日初打点、ね、でその後、荻野が追い込まれてから、センターに犠牲フライで同点で引き分けに終わるというゲームなんだけども、今日は僕は何を熱く語っているんだろうかということになるんですが、それだけ今日面白い試合だったの、ペーペードームが、長かったんだけどもね、そういったこともあって、今日はチラチラと横目で、オリックスの経過を見ていたんだけれども、ああ負けたかという感じでした。なかなかこの山本由伸投手の勝ちが伸びてこないのが辛いんだけども、相手ピッチャーとの兼ね合いも当然あるわけでね、だからそこが問題ではあるんですが、宮城投手がね、4勝する中で、それに続くピッチャーがどんどん出てきてほしいなと思うわけであります。今日もやっぱり7回か、太田選手のタイムリー、これがもったいなかったね。で、終盤攻めるんだけども、あと一歩が出ないというね、そんなゲームではあったようなんで、この後また資料をつけながら、あるいはこのダイジェストを見ながらチェックはしたいと思うんですが、残念な結果、関東遠征一つの負け越しで、帰ってきますね。というわけで、そんな感じで今日は皆様からのリポートもご紹介したから本当ありがとうございました。またよろしくお願いしますね。で、明日はゲームないでしょ。だから明日のカズチューブは何かまたネタをやろうかなと思いますんで、なんか大前に喋ってほしいものがあれば、コメント欄からメッセージをください。それに全部お答えはもちろんできませんけれども、そこでなんか僕の話したいこととうまく合えば、そんな話ができればなと思っていますし、質問なんかも受け付けたいと思いますので、明日のカズチューブは、どんなことになるか、まだちょっと考えはそこには及んでいないんですが、何回しゃべります、なんかネタがあったらいいなと思ってはいるんですがね、こんなこと話してくださいっていうのがあれば、メッセージでください。よろしくお願いします。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日も博多の、ホテルから、お送りしました。残念だった ね。だから勝つと思えば思うなか、勝つと思うな、思えば負けようということで、これはもう本当みんな胸に刻んでおいてね、負けると思わなくてもいいんだけども、そう簡単に勝てるとは限らないんでね、明日またお便り待ってます。